明け前でも連日真夏の暑さの中展開していきました徳山の水面日本トーター杯争奪戦、今日の最終日、ここに来て終盤戦でだいぶ波乱の流れとなる中、頂上決戦を迎えます。12レース優勝戦の開始です。水面状態ですが依然変わらず、スタートライン上追い風しっかりと吹く水面状態で迎えます優勝戦。まだこの時間帯も少し潮が高い状態です。スタートまで1分を切りますが、まだ6艇バックストレッチ側、ゆったりとした進入となりそうです。断然のシリーズリーダーは1番の服部幸男。ここまで陰線は3戦3勝と負けなしです。連続優勝へ1コースに1番の服部、2コース準優勝戦ではこの位置から差し切りました2番の大場聡、再現なるかどうか。2番の大場2コース、そして予選ラストはリズムダウンも準優勝戦まくり切りました。ここ1番パワー炸裂は3番の鈴木正春3コース、センター勢はトップクラスのパワー。4コース角1、4番米田貴博、久々の優勝がかかります。準優勝戦1幕苦しい展開も、予選最多勝を破っての優勝は5番の久田武史が5コース、6コース今季再び A1 ペース、今年2回目の優勝へ上村純一。インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかに6コース6番の上村がトップスタート。それでも内側の確定が伸び返す、逃げる展開。1番服部まくってく、3番鈴木がまくってきます。しかしもう一歩というところ、踏ん張った1番の服部が逃げる展開。3番の鈴木それでも直線では並びかけます。中間時点ではほぼ互角、スタートは前提正常でした。さあ先頭争い、少し内から1番の服部伸び返しました。さあ2幕外から3番の鈴木、内からは4番米田、ここで振り切りました服部。服部先頭リードを一気に広げます。ここで先頭2番手差が3停止とつきました。スタート正常、優勝戦はこれから2周目。差が開いての3番手2番の大場に、後ろは4番米田6番上村と競り合って、最後方は5番の久田が追走。2周1幕3番手2番の大場回って内をつく6番上村ですが、差し切るまではいきません。上位3艇は1番3番2番です。先頭リードは3艇身1番の服部、2番手追走3番の鈴木、3番手2番の大場、追いかけるのは4番手6番上村が外から。2周2幕の旋回です。3番手2番の大場回って、ここでは6番の上村外を回る展開、差は開きました。優勝戦はこれから最終周回に移ります。先頭が1番の服部幸男、リードはここで4デシンホルマで広がってきました。1周1幕今日もまくり仕掛けた3番の鈴木、しかし受け止めて1番の服部が逃げました。最後のバックストレッチへと移ります。1番の服部先頭、2番手追走3番の鈴木、差が開いての3番手に2番の大場が追走です。先頭1番の服部幸男、これで前場所からの連続優勝、今年これが2回目、通算では104回目の優勝。徳山はこれが2回目の優勝、今回は堂々と逃げました。2番手鈴木、そして3番手に大場、先頭は1番服部優勝五輪、3番鈴木五輪、2番大場五輪、6番上村五輪、5番久田五輪、4番米田五輪、